双葉 YouTube チャンネルをご覧の皆様、双葉電子工業の、ヘリのフライヤーの土橋幸宏です。よろしくお願いいたします。今回はですね、もう発売になって、好評な CGY7600R の、取り付けと調整の仕方を、ご説明していきたいと思います。それではご購入いただいた CGY7600R を、開封したいと思います。まず箱を開けるとですね、一番上に取扱説明書が入っております。こちらですね。それと 760R 専用のステッカーですね。というとこのようにですね、 GPB1 それと CGY760R の本体がこのように入っております。またこのアンテナ線がですね、非常にデリケートになってますので、取り扱いに注意しながら取り出していきたいと思います。こちらが本体になります。それと今回ですね、このジャイロの調整をすべて行う GPB1 ですね。あと箱の下の方にもですね、また入っておりますので、スポンジを取り出してこの白い箱も開けていただきます。この袋の中にですね、延長コード、トレーナーケーブル、あとマジックテープが付属されております。それとこちらですね、CGY760R 専用の両面テープが3枚入ってきております。以上が、GPB1 付きのセットのセット内容となります。それではですね、実際にこの付属の 760R 専用の両面テープをですね、底面に貼り付けて、機体に貼り付けた状態ですね。このように機体に対してまっすぐですね、取り付けていただきたいと思います。そして、ここにチャンネルの表示がありますけども、ここに、一番上がガバナーの RPM のセンサーですね。で次にエルロンサーボ、次にエレベーターサーボ、ピッチサーボと、サーボのコネクターをここに挿していただきます。それではプロポとですね、 CGY760R をリンクさせたいと思います。まず最初に送信機の電源を入れます。はい、プロポの方が立ち上がりました。そして画面左下のこの18チャンネルのところをタッチします。そして画面右側のリンクボタンを押します。そうすると受信機のマークが出てきますので、この下のリンクボタンを押します。このアラームが鳴ってる間に受信機の電源をオンにします。リンクされますと 760R の LED 2つが緑点灯となります。はい、これでリンク完了となります。はい、それではまず送信機の電源を入れます。でプロポが立ち上がってから受信機の電源をオンにします。約4秒ぐらいでジャイロの方が立ち上がります。はい、このようにですね、素足プレートが非常に変な傾きをしております。動きがですね、合ってないので、この辺の設定を行っていきたいと思います。それではこの GPB1 を使って調整していきたいと思います。GPB1 のですね、 GX のところに付属の延長コードをつないでいただいて、ジャイロ側の P ボックスってところですね、この一番端につないでいただきます。すると、GPB1 の方に電源が入ります。一番最初はですね、このように英語の表記になっておりますので、日本語に変えてみたいと思います。まず最初にエンターキーを長押しします。はい、でこのようにですね、ホーム画面が出ました。
で、右側にですね、4つボタンが並んでますけども、この真ん中の2つを同時押しします。はい。で、このようにメニューが出てきます。今度下矢印のボタンですね。ここのボタンを押して、インフォメーションのところにカーソルキーを持っていきます。そして一番下のエンターキーを押します。で、今ですね、このようにイングリッシュになっております。また下矢印のボタンを押して、イングリッシュのところにカーソルキーを持っていきます。そしてエンターキーを一回押します。その中が白くなりますので、この上下のボタンを使って、自分の見たい日本語に、ジャパニーズですね。これに変えて、一番下のエンターを押します。これで日本語表記に変わりました。それではですね、次に、プロポのファンクションと、チャイル側の S バスベーシックメニューのチャンネルを確認していきたいと思います。GPB1 のですね、まずホーム画面から、上から2番目のボタンを押していただいて、一番下の S バスベーシックメニューにカーソルキーを移動していきます。で、一番下のエンターを押します。ご覧のようにですね、エルロンが1ちゃん、エレベーターが2ちゃんと、各チャンネルが何チャンネルになってるかっていうのが見れます。で、プロポのですね、ファンクションの方でも、1ちゃんがエルロン、2ちゃんがエレベーター、3ちゃんがスロットル。で、このように、見れます。これとこの GPB1 のチャンネルが合ってるかどうかを確認していただきたいと思います。これは今合ってますので、このままで大丈夫ですね。次にですね、スワッシュプレートの動きの調整をしたいと思います。プロポのですね、エンコンスティックを上下に動かしてもらって、スワッシュプレートを見ていただくと、このようにですね、エルロンエレベーターが混じって変な動きをしております。これだと飛ばないので、まずここから合わせていきたいと思います。GPB1 のですね、ホーム画面から、上から2番目のボタンを長押ししていただいて、スワッシュベーシックメニューにカーソルを持ってきます。次にエンターキーを1回です。このような画面が出てきます。まず一番上にですね、F3C か 3D かっていう選ぶモードがありますので、まず F3C でやっていきたいと思います。次に、ジャイロセット、方向ってありますね。ここはジャイロのですね、このセンサーの積み方によってこの数字を変えていきます。このようにですね、平面に置いてある場合は、1で大丈夫です。あとフレームの横とかですね、縦とかに積む場合は、ここの数字を2、3と変えていきます。次に、サーボタイプですね。今ですね、この新しく発売になりました HC700 のサーボを搭載してますので、サーボの方をですね、760マイクロに今変更されています。この辺の説明はですね、また次回、細かく説明していきたいと思います。その下ですね、スワッシュタイプ。この機体はですね、3サーボの120度のスワッシュタイプなので、H3 の120度。こちらを使用します。で、一番下ですね、サーボ動作ってのがあります。ここは1から8までの8通りの組み合わせがあるので、ここの数字を変えてスワッシュプレートが平らになるところを探していきます。下矢印キーで、一番のところにカーソルを持っていきます。で、エンターキーを1回です。次に2に変えていきたいと思います。このようにスワッシュプレートが今動いたと思うんですけども、一応平らになりました。これでエンコンスティックを上下に動かしてみたいと思います。このようにですね、エンコンスティックと連動してスワッシュプレートが平らに上下します。このピッチでですね、平らに上下するところのここの番号を探していただきたいと思います。で、これは2番で合いましたので、エンターキーを押して確定します。
で次のメニューに行くのに、下矢印キーを押していきます。ここでエルロンサーボ、エレベーターサーボ、ピッチサーボの、ニュートラル調整ができます。これは従来のですねプロポで行ってたサブトリムと同じような機能です。このサーボホーンで取れないところの微調整をですねここで調整することができます。次のメニューに行きます。次にスワッシュの動作方向ですね。まずエルロン、今プラスとなっております。で実際にエルロンスティックを右に打ちます。スワッシュプレートが右に傾きます。次に左に打つと左に傾きます。エルロンはこれで合ってますので、次エレベーターの確認をしたいと思います。エレベーターをアップとしています。そうするとですね、今スワッシュプレートがダウン側に動いてます。これだとエレベーターが、操作と逆になってますので、これを変えてみたいと思います。エレベーターの動作方向のところに、下矢印キーで移動します。そしてエンターを1回、今プラスになっているのを、マイナスに変えます。これで実際にエレベーターアップに行きます。そこのようにですね、スワッシュプレートもアップ側に動きます。スティックをダウンに倒すとダウン側に動きます。これで OK ですね。そしたらエンターキーを押して確定します。次にピッチ方向ですね。ピッチスティックを上げるとスワッシュプレートも上がります。下げると下がります。これは合ってますね。ここのプラスマイナスを変えることによって動作方向が切り替わるようになっております。次にですね、今度スワッシュレートですね。これは、スワッシュプレートの最大打角を決めます。C1 って出てるんですけども、今回この760はですね5段階切り替えることができます。まず C1 だけで調整していきたいと思います。まずエルロンスティックを目いっぱい右に入れてみます。スワッシュプレートを見ていただいて、まだ打角が足りないようであれば、ここの数字を、60とか増やしていきます。このように増やしすぎると、サーボがうなってですね突っ張ってるっていう兆候ですね。これが当たらないところぐらいまで合わせていきます。標準でですねだいたい50ぐらいが、おすすめの数字となっております。この辺はお好みによって増やしたり減らしたりしてもらって結構です。で次にピッチレートですね。これも先ほどのスワッシュレートと一緒で最大のピッチストローク量を決めます。実際にローターをつけてですねピッチ角を測っていただいて、スローからハイまでで何度動かしたいか、ここの数字を変えることによってストロークの調整ができます。大体 F3C ですと、大体 40% ぐらいが一般的だと思います。まあ、この辺はですねまたローターをつけて実際にピッチ角を測りながら、調整の説明をしていきたいと思います。はい、それではスワッシュの動きがとりあえず合いましたので、続いてラダーの調整をしたいと思います。今回使用するラダーサーバーですね、BLS276SV ですね。このサーバーラダー専用の760マイクロタイプなので、初期設定では1520マイクロになっているので、ラダーのスティックを振ってもですねラダーが動きません。ここをまず合わせていきたいと思います。GPB1 のですね、上から2番目のボタンを長押ししていただいて、ベーシックメニューを出してもらいます。そしてラダーベーシックのところにカーソルキーを持っていきます。でエンターを1回ですね。このようにサーボタイプですね、これ初期設定では1520になってますので、これを760に変えたいと思います。エンターキーを1回押します。この状態で上下のプラスマイナスのボタンで760に変えます。ここでエンターキーを1秒長押しします。これで760マイクロに切り替わりました。
実際にですね、ラザースティックで動くかどうか確認してみたいと思います。このように動くようになります。次にですね、リミッターの調整をしていきたいと思います。サーボリミットのところにカーソルキーを移動します。ラザースティックを左に振ります。とこの三角矢印ですね、役の横の、こちら側の調整が今できるという、合図になっております。ここでエンターキーを一回押します。その中の、四角の中が白くなりました。ここでラダーを右左に打ったまま、増やしていきたいと思います。このようにですね、今サーボがうなっている状態ですね。これですとリミッターの数字が大きすぎますので、サーボのうなりがなくなるところまで今度下げていきます。だいたい120ぐらいでちょうどいいですね。で次に反対側の調整です。エンターキーを押して、今度下の100のところにカーソルキーを移動します。今度はラダースティックを先ほどと逆の、右側に振ります。で、またエンターキーを押して中を白くします。で、またプラスで増やしていきたいと思います。150まで行くともうサーボがうなっております。ここからまた数字を下げていきます。だいたい135ぐらいですかね。はい、これで良ければエンターを押して確定します。で最後にもう一度、ラザースティックを左右に打って、サーボがうならないかどうかを確認してもらいます。はい、これでリミットの設定は終了となります。それではですね、とりあえずサーボの動作方向とかですね、動くような設定は終わりましたので、次回はですね、今度はジャイロの曲線の方向の、合わせ方から説明していきたいと思います。